フージコのやつこれ見たら驚くぞ。まあ素敵だわアルパン、あなたの手料理で誕生日を祝ってもらえるなんて、愛してるアルパン。おー来たな。はいはい、ちょっと待っててちょうだい。ちょっと待っててね、フージコちゃん。待ってたのよ、藤子ちゃん。ハッピーバースデイ。ゾイ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 。すごいごちそうがあるぞい。ゾイゾイ、うまいもんは迷わず食うぞい。ゾイゾイ。食べこれうまいぞい。フジコ、ああな、な、なんだなんだなんだお前ら、ここは俺様の屋敷だぞ、勝手に食うやつがあるか。この野郎、やめろっつってのが分かってるか。ずい、ね、せっかくの藤子の誕生パーティーをぶっ壊しやがって許せねえ。ずいなろう、ずいずい。こいつはひどい。ひどいなんてもんじゃないよ。あのじじい、今度見つけたらギューって目に合わせてっから。顔に見覚えはないのか。わからねえ。どっかだったような気もするんだ。おい、ルパン。ルパン、大変だ。次元、気をつけろ。うお。気をつけろっつったでしょ。で、何をそんなに合わせてんだよ。いや、フジコは誘拐されたんだよ。それで、いや、詳しいことは分からねえが、今日の昼間ひげを生やした二人のじいさんが連れ去ったらしい。奴らに違えねえ。ここを荒らした後は藤子の誘拐か。ただ事ではないな。くそ、何が狙いか知らねえが、あのじじいたち必ず見つけ出して勝負してやるぜ。ルパンせんべいにルパンコーラ、ルパンコーラ、ルパンバッジにルパンスタンプ、さあさあ、いらはいいらはい。世界中の皆さん、こちらカルカチーノ共和国では今まさに今世紀最大のショーが開始されようとしています。さあご覧ください、このガラスの貯金箱、名付けてドレミの貯金箱。願いを込めてコインを投げ入れると幸せになれると言われています。金箱に捕らえられている女性こそルパン三世の恋人峰不二子であります。この貯金箱にはいくつもの防犯装置が仕掛けられております。果たしてルパンは峰不二子を助けることができるでしょうか。世紀の一瞬を見ようと世界中から50万を超す観光客がコインを投げています。
作戦は見事に当たったな、副官。見ろ、あの観光客を。感無量です、モケール観光大臣。我がカルカチーナ共和国は、かつては観光国で世界有数の国でありました。ところが、最近の不景気で観光収入はガタベリ、一時はどうなることか。全ては君たち二人のおかげだ。ミス・フジコを誘拐して、ルパンが救出するところを観光客に見せる。まさかそのような方法があったとはな。ここの違いぞ、相棒。ジョイジョイ。ところで、ルパンは本当に現れるかね？もうとっくに現れているぞい。何？どこじゃ？あそこぞい。ルパン！ルパンだ、おい！そりゃ無駄じゃぞい。心配すな。あの男がいつ貯金箱を取りに来るかわしらにちゃんと分かっとるぞい。ぞいぞい、何しろわしらアルパンがこんな赤ん坊の時からの付き合いじゃぞい。じい様たちの正体分かったぜ。やっと思い出した。なんじゃもんじゃ兄弟。なんじゃもんじゃ。なんじゃもんじゃと言ったら、ルパンのおじいさんのライバルだった男じゃないのか？だとしたら手強い相手だな。なーに、大したことはねえさ。今隠居の身だ。あ、ところで次元よ、貯金箱の下調べはついたのか？いや、それがどうもわからねえ。あの貯金箱もだが、その脇にある箱の中身も全然つかめねえんだ。そうか。どうする、ルパン、しばらく様子を見るか？いや、藤子をいつまでも見せ物にしとくわけにはいかねえや。こうなったら今夜助け出す。次元、五右衛門、協力してくれ。わかった。三世が現れました。なんじゃもんじゃめ、とことん俺たちを見せ物にする気だな。出てこい。ジョイ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 。ご隠居さんよ、藤子をいただきに来たぜ。ずいずい、お前にイワシラの作ったこの防犯装置は破れんぜ。ゾイな、大観衆の前で恥かくのが大きいぞい。どうかな、やってみなきゃわかるめ。さあ、いよいよ世紀の対決が始まりました。両者激しく睨み合っています。やった。この勝負、男銭形預かった。日本一。でもよ、今大事なところなんだから引っ込んでてくんねえかな。うるせえ、そうやいか。聞いた世論を。そういうわけでいてやめとけ。ほら、何をする、待たせ。捕まえるのはあっちだ。あっちは銭形だ。改めてルパン一みたいなんじゃもんじゃの対決です。フジコ、ルパン、早く助けて。すぐに出してやっからな、ゴエモン。待て。うん？
貯金箱をちょっとでも傷つけてみろ。お前も藤子もそこにいるみんなが死ぬことになるぞ。何？ルパン！この貯金箱の床下にはな、2000本のダイナマイトが埋めてあるぜ。切ったり壊したりすれば爆発する仕掛けになってるんぜ。諦めるんじゃないルパン。この貯金箱を開ける方法はたった一つ、ルパンロックしかないぜ。ルパンロック？なんだよそれ。これぜい。ぜい。ルパン、受け取れぜい。バギーに乗って最初にお前のアジトに行った時に取らせてもらったんぜい。じゃあ、あの時の妙な音は。その写真から割り出して作ったのがそのルパンロックぞい。つまりお前が鍵になって人型に入れば貯金箱は開くというわけぞい。だったらわけねえじゃねえね。入るのは構わんが。まだなんかあんのか。一旦入ると貯金箱が開く代わりにお前はこうなるぞい。100万ボルトの電流が流れ、お前は黒焦げぞい。どうじゃルパン、顔洗って出直してこいぞい。インターポールの銭形だぞ。出せー。うるさい。何をする。わしは銭形。雨だ。これと他のものが眠れんのだ。早く寝ろ。何をするって。ちくしょう。なんじゃもんじゃめえ。一時計にしやって。まあ落ち着けるか。ここはじっくりと作戦を立て直した方がいいな。ルパンロックだ。あれさえなんとかできれば。とにかく資料を集めてくれ。何か方法があるはずだ。ルパンめ、今頃吠え面書いてるぞ。さーて大臣さん、わしらはそろそろ引き上げるぞい。約束の金をいただこうぞい。約束の金？わしらは観光客を集めることに成功したぞい。ルパンも追い払ったぞい。契約金10億ドル払ってもらおうぜ。10億ドル。いや大臣、そんなに払うと約束なさったんですか。まさか払わんというつもりじゃないだろうね。あんたの背中にある大金庫には観光客が落としていった約50億ドルの金が入っていることは全国承知ぞい。さあどうするぜ。払うの払わんの。返答によっちゃわしでも考えがあるぜ。バカを言っちゃいかんよ。一国の大臣ともあろうもんが、どけ。約束を破ると思うのかね。金は必ず払う。だがその前にもう一働きしてみる気はないかね。ルパンは必ずもう一度挑戦してくる。それを追っ払ってもらいたいのだ。やってくれれば金は20億ドルだぞ。大臣、あまりにも法外です。倍か。いいじゃろ、やろうぜ。ぜいぜい。やってくれるか。そうか、いや、ありがとう。それじゃ頼んだぞい。よっしゃよっしゃ。ぞい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 。おれ兄弟め、いいか、今度ルパンを追っ払ったらあのなんじゃもんじゃを始末するんだ。ルパンロックが完璧なら奴らは必要あるまい。わしらだけでいくらでも金儲けができる。なるほど。金はわし一人のもんだ。その金で次期大統領にのし上がってやる。ダメだ、俺はどこにも隙があるんよ。さすがに一世を風靡した大泥棒、なんじゃもんじゃ。完璧だな。
オーブの野郎監視してる場合かよ、小山。貯金箱を傷つければダイナマイトで藤子が死ぬ。ロックに入ればルパンの命はねえか。これぞ八方塞がり。わかった藤子、わかっちゃったぞ、助けてやるぞ。ルパン、あとは俺たちに任せて、お前少し休め。次元、およ、明日藤子を助けに行くぞ。なんだって、どうやって。まあ見てろって。うん、これだ。うん、多分な。ルパン、貯金箱を破る方法は見つかったかぞい。当たり前だ、ルパンの辞書に不可能はないぜ。相変わらず威勢がいいの。ほんじゃやってみろぞい。望むところだ。ルパンよ、どうやって開けるつもりなんじゃぞい。決まってるじゃねえよ、このまま入るのよ。そうすりゃ開くんだろ。なに、おい、気は確かか。ルパン、100万ボルトで黒焦げだぞ。お主、死ぬつもりか。いいじゃねえか、恋のため命を捨てる、昔から色男の定めよ。藤子、受点。ルパン、早まるな。バカなまねよせ。ルパン、他にも女はいるんだ。知らせてくれ、俺には藤子がいない。藤子、あの世で会おうな。やったー。ちっとばっかりきつかったぜ、100万ボルトはな。こいつは驚きだぞい、兄弟。しかしどうして。これ超高性能集電装置、電流を集めてこの中に入れたってわけよ。ヒントはもちろん夕べの雷。ゾイゾイゾイ、一人も逃がすな。撃たれてー。じゃあ落ち着け。なんだ。わあ、お見事。ついついつい、わしの金だぞ。大統領立候補の買収資金だ。耐えてー。これで賄えぜい。
バカな。大臣、金庫の札とこのコインはわしらが有効に使わせてもらうぜ。コロコロコロ、ルパン三世、生きとったらまた会おうぜ。おい、世界泥棒養老院なんじゃもんじゃセンター入会資格券。養老院の入会券。そうか、じいさんたちあの金で泥棒たちの養老院を建てる気なんだ。考えてみれば拙者たち老後の保証は何もないからな。いきなまねやってくれんじゃないのな。ザイ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 。死の商人ロンバッハ、やつは大型飛行艇アルバトロスに小型原子爆弾をわんさか乗せ各国に売るらしい。そこで大空中戦を展開するが、次回死の翼アルバトロス、また会おうぜ。